どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はですね、ちょっとスペシャルな曲のレッスン動画を公開したいと思います。どんな意味でスペシャルかというと、はい、皆さんこの本ご存知ですか？ご機嫌ガズレレデイズ、ガズがめちゃくちゃいいこと書いてるエッセイ本です。主婦の友社から例えば全国で発売中です。この本のね、情報を皆さんにもシェアさせていただいてるんですけど、もう読みました？これめちゃくちゃいい本になってますからね、あの写真もいっぱいで楽しい本なんですけど、この本の発売記念イベントが2024年の5月11日に東京で開催されたんです。すごいそれ盛り上がめっちゃ盛り上がったんですけど、その中のイベントの最中のやり取りで、なんかオリジナルソングを作ろうということで、なんかあのご機嫌ガズレレデイズにまつわるいい曲を作ろうというふうになんか思い立ってですね、本当にあれですよ、みんなのやり取りの中でなんか本当にこうその場のノリで、でじゃあ曲作ろうかっていろいろ作り始めたんですね。ほんでね、いろいろ考えてたんだけど、いろんな歌詞がね、あのアイデアみんなないとかって言って、なんか楽しく音楽しようとかいろいろそんなことみんな言って歌詞作ろうと思ったんですけど、なんかやってるうちにね、どんどんね、あの難しくなってるというか、あの覚えられないなってなってきて、いやちょっと一回待ってと、ものすごいシンプルにこのご機嫌ガズレレデイズというのも歌詞にしちゃって、これずっと繰り返してる曲を作ろうよということでできたのが、はい、今日レッスンしたい曲こちらです。ご機嫌ガズレレデイズという曲でございます。この曲なんと入門コード3つ、めちゃくちゃ簡単ですぐ覚えられちゃうんですよ。これがやってみたらもう大発見で、そのイベントでもう盛り上がっちゃってですね、ちょっとこの後あのレッスンのしながらも、途中であのそのみんなでライブ配信でやった、みんなの大セッションの様子もちょっと差し込もうと思うんですけど、後で見てくださいね。でまあとにかくすごい盛り上がる。で簡単じゃないですか。だからね、楽譜がいらないんです。すぐ覚えちゃってその場で歌えるから、もう太陽を見ながらとかみんなの顔見ながらとか、あの大好きな仲間の顔見ながらすぐ歌えるんですよ。だからこれみんなが今ねトライしてるだろう、アンプにしてももうすぐアンプできちゃう楽しい曲です。であとウクレレをね初心者の人、例えば教えるが教えてウクレレ始めようって誘った時に、まずこの曲弾いてみてよという曲としてもすごい最高だと思います。あの踊るポンポコレとか日曜日よりの使者も簡単ですけど、まあ歌詞がいっぱいありますからね。この曲はなんつったってほら、ご機嫌ガズレレデイズだけで歌詞が終わってしまうすごい曲なんですよ。だからこれある意味大発見だなと思って、これはだから今後ガズレレのイベントとか何かあの集まった時にはこのご機嫌ガズレレデイズでみんなのこう息を合わせるというか、セッションするとこう楽しく同じみんなこのリズムのグルーヴに入れるからね、楽しいんです。みんなこれからね、誰か、仲間と集まるときは、ご機嫌ガズレレデイズでですね、これ息を合わせるのがすごくいいぞということで、ぜひご活用ください。まずね、シンプル簡単バージョンとか、もうレッスン最初しますわ。その後ちょっと面白いアイデアもいろいろあるんで、またシェアしていこうと思います。はい、あとそうだ、まずこの動画初めて見た方もしかしたらいるかもしれない。ガズレレでね、音楽始めるのめちゃくちゃおすすめ、ウクレレですごい簡単にできます。概要欄に、ウクレレで始める音楽のね、やり方、貼っとくんで、ぜひ始めてください。それを確認したらすぐこの今日の曲も弾けると思いますけど、それでは、ガズの新曲、はい、ご機嫌ガズレレデイズ、みんなで歌える素晴らしいコード3つの曲やってみる。 1,2,3,4。 ご機嫌ガズレレデイズ、いいでしょ。ご機嫌ガズレレデイズ、ご機嫌ガズレレデイズ、ご機嫌ガズレレデイズ、今4つ右ですよ。どうですか皆さん、めちゃいいでしょ。コード見た、めっちゃ簡単、見てください。これ C G7 G7 C C F G7 C、 はい、このコードぐるぐる回しているだけでございます。入門コード3つ、もう今日ウクレレを始めた人が覚える入門コード3つなんで、これはもう大丈夫でしょう。あ、そしてですね、一応ですね、このガズクラブでもですね、この楽譜、ダウンロードできるようにしておきますわ。これもう、楽譜、もういらないと思うんだけど、一応ね、ガズクラブ、入ってくださってる方、これもね、はい、こうでーす。はい、
もう今日はこれ見せちゃう。もうこれだけだもん。これ繰り返すだけだもん。繰り返しだよって書いてある。はい。だからこれ、ぜひガズクラブのみんなね、ゲットしてくださいということですけど。はい、このガズクラブっていうのは、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、毎月ね、皆さん大好きな曲、5曲、お手元にデジタルデータとしてね、ガズの手書きノートの架空がダウンロードできるよというね、まあ、画期的なサービスなんですけど、ぜひそっちの方もね、ご利用ください。まあ、今日はこれ、ダウンロードするほどの歌詞じゃないですけど、まあ、他の曲、ガズレレのもあらゆる曲の楽譜、手書き楽譜、ゲットできますからね、ガズクラブめちゃめちゃ面白いですよ。ぜひよろしくお願いします。これやってみたらわかります。この曲ずーっとやってるともう楽しくなってきて、なんかね、変な脳内物質が出てくるんですよ。もうなんか、あ、面白いってなってきますよ。でずーっとやって、いろんな弾き方できますから、今のは4つ弾きでやって、8ビートの跳ねた感じのね、シャッフルな8ビートの茶が一番合うかなと思うんですけど、もちろん16ビートとかレゲエビートとかアイランドビートとか、皆さんの好きなリズムでも楽しむことできますからね。レトロビートとかもみんなロックゲームカーズレレレとか、こういういろいろなリズムを楽しめることができる。で、こういう簡単な曲でしっかり自分のリズム気持ちよく生み出せれているかなという確認にもなると思うんですよね。8ビートでもご機嫌がずれるでちょっとつってたっけ、しっかり跳ねてるかなとか、そういうご確認もできると思います。そういうふうに、いろんな要素を持ってこの曲を取り組むことができるし、もう今日始めた初心者さんも頑張ればこの曲できるようになるわけ。ゆっくりやればね。だからその、もう、老若男女、ベテランから初心者さんからこの曲でガッとこう、心を一つにして、楽しく一個の音楽を作り上げるという体験がですね、していただけるんじゃないかなと思います。いい、デモ映像があるんですよ。それ、さっきも言ったけど、その5月11日に開催された、ガズレレのね、イベントのライブ配信の時にこの曲も本当にその場にいるみんなが全員でできちゃうわけですから、ちょっとその様子見てください。ちょっと今少しでしたけどね、やってみたね、面白そうでしょ。これみんなで、人が集まったらこの曲でまず呼吸を合わせる。これがおすすめです。今やったライブ配信、概要欄にね、URL 貼っとくんで、またイベントのね、ライブ配信のやつ見てないなと思ったら見てください。かなり面白いことになってますよということで。でね、今すぐ覚えられちゃうと思うんですけど、まずこれ練習してもらったら、今度応用編としてなんかハモったりするのもいいかなと思って、ちょっとハニーさんと一緒にですね、今から急にですけど、このご機嫌ガズレレデイズ夫婦でセッションしてみようかなと思います。ちょっと呼んできます。はい、はい、登場してもらいました。急に呼びつき呼んでもらって来てもらったんですけどもですね、もう覚えちゃったよね。そうね、そうイベントの時に小瀬さんも一緒に見ててね。そうですね、すぐでその後もなんか歌っちゃうんだよね。そう、ご機嫌がずれるです。そうそうそう、すごいご機嫌気分になれますよ。あ、そうだ、この本も読んでよ。この本と合わせてこの効果が確かにね、何倍にもなれますから。じゃあやっていきましょうか、はい、ゆっくりと。じゃあ小瀬さん普通に歌ってもらって、僕は、はい、途中でハモっていきます。はい、はい、いいですか。シャッフルのリズム、シャッフル、はい、跳ねたリズム、はい、ワン2 1 2 3 ご機嫌がずれるデイズ、ご機嫌がずれるデイズ、簡単でいいよね。ご機嫌がずれるデイズ、楽譜いらないもん。ご機嫌がずれるデイズ、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 ね、雰囲気。ご機嫌がずれるデイズ、ご機嫌がずれるデイズ、ご機
days。 ご機嫌ガズレレ 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 days。 じゃあちっちゃく弾きましょう。これもうご機嫌気分になれちゃう。なるね。これずっとやってられるんですよ、こうやって。で、何を見るのがないっていうのいいよね。そうだね。これがすごい。まあ、ちょっとね、さっき一瞬間違えた。大丈夫、それ間違えちゃったっつうのもまた、てへーって、これがまたいいわけです。ね、戻れるからね。そうそうそう、別にね、あの、検定試験でも何でもないわけですから。はい。はい、こういうのでですね、まあ今みたいにこうカジュアルでね、もう寄ってたかりゃこの曲でもうセッションとかおすすめです。うん、はい。簡単曲の、これからなんかガズレレ関連のイベントがあるときはもう必ず、この曲はガズレレソングと、そうだね。同じように歌っていきますから、ね。そうだね。こっちも簡単だからね。確かに。その場で覚えられちゃう。そう。ってことで、はい、今日のレッスン動画ちょっと皆さんお大事にしていただいて、お大事にしていただいて、何回も見なくても覚えちゃうけどね。はい。ガズレレ仲間が詰まったらこの曲ね、ご機嫌でみんなで弾いていこうぜという、そんな動画でございましたということでございます。はい。はい、ハニーさん、ありがとうございました。はい。お知らせとしてはですね、ありがとうね。はい。はい。あれ、これ、Gラボ祭りですよ。5月25日、Gラボウクレレユーザーの方が参加できるオンラインイベント。ここにも書いてあるけど、なんと総額100万円が当たっちゃうというとんでもないですね、イベントなんですけど、オンラインで、もうその場でね、抽選して、電話かけてね、盛り上がろうというイベントになってますんで、お願いいたします。詳しくは概要欄に参加方法とか、参加条件は、Gラボウクレレユーザー様です。はい。よろしくお願いします。はい。笠谷ね、笠谷この本よろしくね。はい。この歌とこの本で、ご機嫌気分高めていきましょう。それでは皆さん、ご機嫌よ。バイバーイ。